義手四十七図、勝田新左衛門武隆勝田武隆は、江戸時代前期の武士。赤穂浪士四十七師の一人。通称は新左衛門。遠方八年、赤穂藩朝野家家臣の勝田重隆の子として誕生。母は佐藤神右衛門の娘。元禄元年に、父と母が相次いで死去したため、九歳で勝田家の家督を相続。 赤穂藩では、殺罪を米研中五将として仕えた。元六七年、備中松山城受取の軍にも従軍している。元六十四年三月、朝野長典の殿中人城寺には、赤穂にいた。四月、大石義雄の審問欠板を提出した一人。赤穂城会場後はすぐに、江戸へ下校し、堀部武紅ら江戸旧進派と交流した。元禄十五年六月、 浅草茶屋において、親しくしていた、前原宗ふさ、倉橋武行、杉野次ふさ、ふわまさ種、竹林高茂らと共に、同盟の制約をした。特に、杉野次ふさとは親しく、8月からは、本所の杉野の借屋に住ませてもらった。平手うち入りでは、表門題に所属した。元禄15年2月4日、長府藩毛利系上屋敷で、 同期家,家臣の振動ため絵門の解釈で切腹した、去年24、主君長野と同じ戦学時に葬られた、法名人両家スミツル神事、ありがとうございます。